105。ここへ東風君さえ来れば、主人の家へ出入りする変人はことごとく網羅し尽くしたとまでいかずとも、少なくとも我が輩の武量を慰むるに足るほどの頭数はお揃いになったと言わねばならぬ。これで不足を言ってはもったいない。運悪く他の家へ買われたが最後、生涯人間中にかかる先生方が一人でもあろうとさえ気がつかずに死んでしまうかもしれない。幸いにしてくしゃみ先生門下の病児となって朝夕古碑の前にはんべるので、先生は無論のこと明帝、寛月、ないし東風などという広い東京にさえあまり例のない一騎当選の豪傑連の虚子動作を寝ながら拝見するのは我が輩にとって千載一遇の光栄である。おかげさまでこの暑いのに毛袋で包まれているという難儀も忘れて、面白く半日を昇降することができるのは感謝の至りである。どうせこれだけ集まればただごとでは済まない。何か持ち上がるだろうと襖の陰から慎んで拝見する。どうもご無沙汰をいたしました、しばらく。とお辞儀をする東風君の頭を見ると、先日のごとくやはりきれいに光っている。頭だけで評すると何か鈍調役者のようにも見えるが、白い小倉の袴のゴワゴワするのをご苦労にも死活目らしく履いているところは榊原健吉の内弟子としか思えない。したがって東風君の体で普通の人間らしいところは肩から腰までの間だけである。いや、暑いのによくお出かけだね。さあずっとこっちへ通りたまえ。と明帝先生は自分のうちらしい挨拶をする。先生にはだいぶ久しくお目にかかりません。そうさ、確かこの春の朗読会入りだったね。朗読会といえば近頃はやはりお盛んかね。その後お宮にはなりませんか。あれはうまかったよ。僕は大いに拍手したぜ。君気がついてたかい。ええ、おかげで大きに勇気が出まして、とうとうしまいまでこぎつけました。今度はいつお催しがありますか。と主人が口を出す。7、8、2月は休んで、9月には何か賑やかにやりたいと思っております。何か面白い趣向はございますまいか。さよう。と主人が気のない返事をする。東風君、僕の創作を一つやらないか。と今度は寛月君が相手になる。君の創作なら面白いものだろうが、一体何かね。脚本さ。と寛月君がなるべく押しを強く出ると、案のごとく三人はちょっと毒気を抜かれて申し合わせたように本人の顔を見る。脚本は偉い。喜劇かい、悲劇かい。と東風君が頬を進めると、寛月先生なお澄まし返って、何、喜劇でも悲劇でもないさ。近頃は急激とか進撃とかだいぶやかましいから、僕も一つ新機軸を出して廃劇というのを作ってみたのさ。廃劇とはどんなもんだい。俳句趣味の劇というのを詰めて廃劇の二字にしたのさ。というと主人も明帝も多少煙に巻かれて控えている。それでその趣向というのは。と聞き出したのはやはり東風君である。根が俳句趣味から来るのだから、あまり長たらしくって毒悪なのは良くないと思って一幕物にしておいた。なるほど。まず道具立てから話すが、これもごく簡単なのがいい。舞台の真ん中へ大きな柳を一本植え付けてね。それからその柳の幹から一本の枝を右の方へぬっと出させて、その枝へカラスを一羽止まらせる。カラスがじっとしていればいいが。と主人が独り言のように心配した。何、わけはありません。
カラスの足を糸で枝へ縛り付けておくんです。でその下へ行水だらいを出しましてね、美人が横向きになって手ぬぐいを使っているんです。そいつは少しデカなんだね。第一誰がその女になるんだい？と名帝が聞く。何、これもすぐできます。美術学校のモデルを雇ってくるんです。そりゃ警視庁がやかましく言いそうだな、と主人はまた心配している。だって興行さえしなければ構わんじゃありませんか。そんなことをとやかく言った日には学校で裸体画の写生なんざできっこありません。